ゆげ選手、お餅は好きな方ですか？お餅大好きですね。大好き、はい。これ何で食べるのが？僕はおしるこが一番好きですね。甘いの。はい、そうですね。結構あんこも好きなので、お好きなもの同士のコラボということで大好きです。何個ぐらいいけますか、おしるこに？あ、やっぱ結構太りやすいんで、まあ、2、3個で、はい、とどめたいと思います。とどめたい、はい、ありがとうございます。さあ、改めてちょっと野球からそれた話なんですが、はい、お正月餅とか、はい、坂井選手お好きな方でしたか？お好きな方ですか？はい、好きです。これ何で食べるのが？僕は安倍川餅です。おー、はい、いいですね。何個ぐらい食べるとかあります？いや、本当でも高校生とか、うん、まあ実家暮らしの時には、まあ、朝から5個とか6個食べてます。朝からですか？あ、でも今は本当に食べると太るんで、本当に今年は正月だけにしようかなと思ってます。ありがとうございます。はい、そうですね、お雑煮がやっぱ一番美味しいです。お雑煮、はい、これ味噌のなんかこだわりとか、お出汁とかで？出汁ですね。あ、出汁です、はい、失礼しました、はい、すいません。餅はもう何個食べるのがあるんですか、お雑煮入れる？いや、何個食べるっていうことはないんですけど、一回食べ始めたら止まんなくなっちゃうんで、そこが悩みですよね。悩みになりますか。はい、さあ、川瀬選手、お正月というところで餅の、はい、食べ方を選手に今聞いていて、はい、鎌田義信選手的に餅はこうして食べるのがオツだっていうのあります？まあ、多いのはやっぱお雑煮が多いですけどね、はい、あとはもう餅を焼いて、僕は砂糖で食べたりとか、そういうのも多いですね。はい、砂糖餅いいですね、はい、ありがとうございます。おすすめの食べ方とか、自分はこうしてるとか？そうですね、昔はっていう言い方も変なんですけど、小さい頃とかは硬いお餅を焼いて砂糖醤油で食べたりするのが好きだったんですけど、20歳超えたあたりぐらいからなんか雑煮とかなんかそういうのに入ってる柔らかめと言いますか、よく伸びるタイプのお餅の方が好きです。ちょっと変わってきた感じです。そうですね、結構昔はもう本当に焦げたぐらいの硬くて、ね、砂糖醤油つけてみたいなのが好きだったんですけど、はい。ありがとうございます。はい、僕の場合はやっぱり雑煮に入ってる餅ですかね。お雑煮。あ、いいですね、はい、これはもう家庭の味というか。そうですね、これ年始、年明けすぐ1日2日ぐらいにおかんが作ってくれるんですけど、それを毎年食べるっていうような流れがあるんで、まあまあ、まあ普通にうまいですし、毎年なんか食べてるんで、まあ今年も普通に食べて普通に過ごすっていう。いいですね、はい、これ普通に過ごせるのがいいですよね。まあまあそうですね、普通がなんかいいですね、はい。ありがとうございます。吉崎選手は餅自体はどうですか、好きな方ですか？好きです、はい。何で食べるのが一番いいですか？砂糖醤油、はい、これを焼いて、焼いて、はい、砂糖と醤油を混ぜて、はい、それにつけて、はい、いくつぐらい食べれますか、1回で？いや、5個ぐらい。5個いきますか。ありがとうございます、はい。ちょっと前まではきなこ餅が大好きだったんですけど、はい、今は磯辺焼きが好きです。あら、はい、変わったんですね。変わりました。なんででしょう？そりゃもう大人になったから。大人になったそれが大人か分からんですけど、はい、変わりました。きなこから磯辺、はい、磯辺になりました。大人になったもゲーゴロということで、それでお願いします。はい、ありがとうございます、はい。